7月6日15時から放送される、ザ・ミュージックデイ2024、日本テレビ系、より、ミュージーンズ、ミセス、グリーンアップル、ミーシャ、ナンバーアンダーバーアイ、菊川浩二など第1弾出演アーティストが解禁された。写真、キングプリンス、ストーンズ、スノーマン、なにわ男子、乃木坂46らも登場。ビリー・アイリッシュと桜井翔の対談も、ザ・ミュージックデイ。 は日本テレビ系夏の音楽の祭典。桜井翔が総合司会を務め、幕張メッセから8時間にわたり生放送する。今年のテーマは、サプライズ。総勢50組を超えるアーティストが夏の始まりに熱く燃えるライブを届ける。第1弾出演アーティスト、五十音順、イリット、AKB48、XG、チーム、カトゥーン、加藤聖志郎、吉川浩治。 キングプリンス、三代目 J ソールブラザーズ、スーパーエイトストーンズ、スノーマン、タイムルズツ、高橋陽子、トゥモロー X トゥギャザー、何わ男子、ナンバーアンダーバーアイ、二十、ニュージーンズ、乃木坂46、ビリー・アイリッシュ、ミーシャ、ミセス。グリーンアップル、吉本新喜劇メンバー、ルセラフィム大人気グループの出演のほか、今年デビューから40周年を迎え、俳優、 ロックミュージシャンシンガーソングライターとして活躍する吉川工事の出演が決定。さらに、ミーシャは、能登半島地震復興支援ライブ、Peaceful Park 2024能登が行われる石川県の会場から、被災地への思いを胸にライブパフォーマンスを披露する。ビルボードジャパン、カラオケ、ダム、ジョイサウンドのアーティストランキング1位を獲得。2024年上半期に最も聴かれて、 最も歌われたアーティスト、ミセス。グリーンアップルのパフォーマンスが決定。世界的スターの豪華 K-POP アーティストの出演が決定。海外アーティストとしてデビューから最短期間、1年11ヶ月で東京ドーム公演を開催。全曲合算累計ストリーミング回数は44億回を超える、世界的ガールグループ、ニュージーンズが登場。 全米ビルボードチャートで日本人アーティスト史上初となる1位を獲得するなど、世界で数々の偉業を成し遂げているガールズグループ、XG の日テレ初パフォーマンス。BTS と同じ事務所所属、アメリカ最大級の音楽フェスティバルロラパルーザ2023で、K-POP グループとしては初めてヘッドライナーを務めた Tomorrow, X, Together。日本、韓国にとどまらずボーダーレスに活躍するガールズグループ20も出演。 今年2月にリリースしたアルバムが韓国で3作連続ミリオンセラーを記録し、タイトル曲 Easy がアメリカのビルボード、ホット100にチャートインするなど、世界中が大注目のルセラフィムはライブ場所から生中継で届ける。日本初のグローバルグループとして、日本と韓国の両方で活動し人気を集め、アジア最大級の受賞式、2023アジアアアーティストアワーズ、デニカンに輝いたチーム。 デビュー曲マグネティックが日本の2大チャートで累積再生回数1億回を女性グループ歴代1位の速さで達成した10代のトレンドイリットも登場一部目玉企画も解禁18歳でグラミー賞で5部門を受賞史上最年少で主要4部門を制覇した世界的シンガーのビリー・アイリッシュと桜井賞の対談が実現さらに 日本を代表するアーティストがサプライズ登場し、ザ・ミュージック・デイでしか見れないスペシャルな対談を届ける。大阪、道頓堀でサプライズライブを開催。なにわ男子、高橋陽子、堺井愛座長、山田花子率いる吉本新喜劇メンバーがスペシャルライブを披露。その様子を VTR で届ける。今年も大人気企画、歌を追う。私を変えた曲を放送。 昨年に引き続き豪華出演者たちが参加予定。人気俳優、加藤聖四郎の歌唱が決定。平井健の瞳を閉じてをテレビ初パフォーマンス。その他参加者は続報にて。また、多数のメドレー企画を放送予定。気分が上がる情熱爆発カーニバルメドレーや昭和時代に一世を風靡した豪華アーティストたちによる名曲メドレーも。そして、 ボーカーアーティストたちによるコラボパフォーマンスを披露。グループの垣根を越えた大人気ボーイズグループのメンバーとメンバーのコラボや、4月にアメリカ最大級の野外音楽フェス、コーチェラバレーミュージックアーツフェスティバル2024に出演した日本を代表するダンスボーカルユニットと人気女性を笑い芸人のコラボパフォーマンスも。なお、6月29、30日各日11時から19時、予定。 東京・渋谷マークシティでザミュージックデーフォトスポットイベントを開催 TMD のロゴが大きくプリントされたツアートラックの前で総合司会桜井翔が TMD の内輪を持っている今年のザミュージックで d ポスターパネルや TMD のロゴパネルが渋谷マークシティのイベントスペースに登場フォトスポットにはオリジナルのタオルや内輪など TMD アイテムも準備 TMD フォトスポットで写真を撮影 &SNS 投稿すると、確実先着鮮名に TMD うちはがプレゼントされる。また、TMD のロゴと総合司会の桜井翔さんが大きくプリントされた TMD トラック、アドトラックが6月29日10時から7月6日15時予定の8日間渋谷の街を走行。TMD トラックからは 桜井からのメッセージも、街を走っている TMD トラックを見つけて撮影し、シャープ TMD2024 準備中をつけて X で投稿すると抽選で100名に TMD うちわが。